思ったよりすごいかかって大丈夫です、めっちゃいい感じです。でこのぐらい出してここをギュッてやるみたいな感じで、はい、こんにちは、札幌占い美容師相模原の後藤です。今日もやっていくんですけど、パーマかけたいということで、これは前回かけたんですもんね。そうですね。でデジタルパーマをかけて、はい、あんまりかかってなかったので、濡れた状態でセットする、しな、乾かしちゃいますか。乾かしちゃってますね、はい。ということで、多分コールドはもうその時点でなしだと思うので、それでもいけるようにデジでちょっとやっていきたいと思いますね。お願いします。はい、なんか考えます。はい、ということで、なんか今全然多分このデジが出てない状態で、まあそこまで波打つって感じにはならないのはもう想定できるんですけど、まあもうちょっとこの辺からかかってる感じにして、前髪はかけなくていいの。前髪ちょっとかけたいです。前髪かけたい、はい、はい、限定動画になっちゃいそうですね。デジコアパーマ、前髪ドライングパーマっていう感じで、うちオリジナルのパーマでちょっとやっていきたいと思いますので、やっていきます。はい、で今、右は自然乾燥でまだ濡れ乾かしてない状態ですね。で、前髪はドライングパーマはこういう感じにかかるんで、ちょっと前髪見えますでしょうか。結構ふわっているこういう感じの前髪がポコっている感じにかかるんで、ドライングパーマは本当に、また違う動画とかで全体のドライングパーマとかもお伝えしたいと思います。結構これは本当使えるパーマなので、でこっちのデジコアパーマの方はこのぐらいのボリュームも出せます。で右側は このウェットの感じ、だから波の大きさが右と左でちょっと変わりますよね。右ウェットの方がちょっとこう小さめになるんですけど、乾かすとちょっと大きいウェーブにこうなる感じです。んでちょっとこれで撮ってみるとまた雰囲気がちょっと違うように見えるのかなっていう感じがするので、洋服になると分かるかな、雰囲気がこういう感じに違う感じです。はい、こういう違いがちょっと出せるんで、こんだけのパーマがこうかかるんですね。で右側もちょっと乾かしていきたいと思います。はい、結構ボリュームがね、この辺このぐらいに出ました。まあ、かなり今出してるんですけど、はい、こういう感じで、こういう風にすると結構ボリュームがね結構出るんですね。で横の方はこういう風に結構うねりが出てる感じです。で、まあ、例えばですけども、適当なニュアンス、ニュアンスじゃないや、なんかアレンジとかだったらもうセンターから半分に分けたりして小さいゴムに使って。もうなんかこんだけだったら何でもできそうだなっていう感じですよね。うん、で、下からくるりんぱしてもいいんじゃないかな。下から持ってきてなんかこういう風にやって、なんかこういう風にするとか、適当適当バージョンでも可愛くないですか。ちょっとそれ今なんかやります。ここで持ってきて、こうで縛って、下からやる、上から入れるとちょっと、下に行っちゃうんで、下から上にやって重さの位置上げて、でこのぐらい出してここをギュッてやるみたいな感じで、ちょっとここをあとはピンとかで止めてもいいし、なんかいろいろできそうですね。こういう遊びもできるし、こことかに作っちゃう。そうですね、ショートヘアっぽくなった感じしますね。で
こっちはなんかちょっと後ろのニュアンスで耳こうかけみたいな感じでいいかなと思いますけどね。こういうようなバリエーションが、まあ、ちょっと簡単な適当ですけど、まあ、こういうふうなこう止めるだけでちょっと遊べるのかなっていう感じが、これなんかつけてもいいと思うし、なんかないの？なんもないです。はい、わかりました。ということで終わり。はい、あ、どうでしたか？すごい可愛い、めっちゃパーマが、今日パーマの感じはちょっとこう、ここはアンケート的な感じなんですけど、思ったよりすごいかかって。大丈夫です、めっちゃいい感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、前髪もすごい、前髪いいでしょ？これ、このパーマめっちゃいいんだよ。ちょうどいい、ちょうどよくないですか？ちょうどいい感じ。そうなんですよ、前髪めっちゃいい感じなんです。いいですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで終わります。ありがとうございます。はい。